はい、ここからはご機嫌知恵袋のコーナー。本日はお魚博士小松さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日ね、はい、暑い夏がやってきますんで、暑い時は、はい、やっぱりうなぎってことになりますよね。そういうことでございますか、はい、もう魚屋にあるので夏って言えばもううなぎなんで、はい、他の魚がだんだんですね、海水温が上がってこう魚種が少なくなっちゃって、はい、やっぱ売っていくのはもうで牛の日っていうのがね、今月の、はい、30日ですか、はい、今年はありますので、はい、もうその時にめがけてどんどん、まあ、牛の日関係なく、食べたい時に食べればいいんですよ、もちろんね、夏でも秋でも冬でも、はい、もう全然もう構わないんです、一年中もありますから。はいはい、というわけで今日はですね、はいはい、うなぎ、これ2種類というか、まあ、分けてますけど、いますね、はい、はい、大体まあサイズはちょっと若干こっちちょっと大きめですけども、はい、これがあのまあ国産、まあ、国産って今日はあの鹿児島のやつを持ってきましたけども、こちら今映ってるのがこれ国産の鹿児島県、はいはいはい、こちらがあの、まあ、あの一般的にどこのお店でも中国産ですけども、はいはい、こちらが、はい、で 見た目あんまり変わらないですよね、はい、で中国の方が割と大きいサイズが多いんですよ。あ、そうですか、はい、で中国ってのは割とはあの今年は若干やお買い得なんで、こっち国産、右側が国産ね、はい、こっちが中国産っていうこういう違いですね、はい、ほうほうほう、で2種類あって皆さんもお店でね、はい、見かけると思うんですけども、はい、まあ、値段は大体あの国産の半値ぐらいで中国、やっぱ正直そういう違いがありますか、はい、値段の違い、 あと食べてですね、どっちがどうだっていうのは、まあ、そのサイズにもよるんだけど、うんうん、まずはとりあえず今日ね、用意してたんで、いやどちらも用意していただけると、はい、贅沢な、僕初めて人生、はい、うなぎの食べ比べっていうのが、はい、食べ比べ、今日はありがとうございます、はい、まずは国産の方なんですよ、はい、こじゃあ、いや僕大好きうなぎ、はい、いただきます。うまっ、ご飯をくれってなるね、はい、いいですよね、はい、うまっ。でも本当にもちろんこれやっぱふっくらして、ふっくらしてね、はい、程よい油で、それこそ本当臭みとかないですね、昔はね結構ね、臭みのあるうなぎ多かったんですよ、やはりねこれ餌なんでしょうね、ですから今ずいぶん進化してます、おいしい、もうね、はい、食べやすい、食べやすいです、うまみもたっぷりで、はいはい、そうです、元気になる、はい、なるほど、これが今国産をいただきました、はい、はい、そして、はい、で半分の値段の、はい、まあ、これは中国産ってことですか、まあ、日本の方たちも行ってね、いろいろ、はいはいはい、現地でやってますので、はい、はい、もちろんうまいですね、うん、これ比べたら分かります、やっぱり分かる、今だから分かる、これね、まあ、だから正直なこと言うと、ええ、食感は国産の方がちょっとふっくらしてるように思いました、はいはいはい、食口当たりが、ね、うん、ふわっとしてました、うん、で中国産の方はちゃんと、まあ、もちろんうなぎの味と、うん、でも油の、うん、が多いのかな、はあ、やっぱり餌なんでしょうね、うん、だから油ある方が日本の方たちは油って美味しいって言っちゃうんで、うん、でも油があるイコール美味しいじゃないですからね、いや、まあ、だからどっちの良さももちろんあって、そうです、私も油あるからいいってわけじゃないしね、いや、まあ、ゆうたくんよりはあるけど、もうちょっとじゃあ痩せた方がいい、すいません、お医者さんに言われて、いやいやいや、というわけでですね、はいはい、なるほど、どっちもおいしさもありましたよ、はい、そう、美味しく食べる、そうだ、すいませんね、ちょっとごめんなさい、うなぎはね、ちゃんと今ディレクターさんが声を出して指示してくださいましたけど、うなぎ、美味しく食べる方法、お店でね、はい、スーパーで買ってきたらば、はい、タレがいっぱい乗ってるんで、はい、タレ一回ね、水道水で余計なタレ流してください、はい、で余計なタレ流して、はい、そしてフライパンに、はい、まあ、切るんであれば長いんであれば2つ3つに切って、でフライパンにそのまま置いて、はい、日本酒をかけて、はい、そして弱火でスタート、アルミホイルに乗せてもいいし、はい、上にアルミホイルに乗せて蒸し焼き程度、はい、で弱火からだんだんやってください、はい、
今のフライパンくっつかないんで、はいはい、でふわっていきます。電子レンジよりもフライパンがおすすめです。そうですか、はい、一回タレを取り除いちゃうっていうのはまたポイントなんですかね。余計なタレいっぱい つけてるからね、もったいないけどね。まあまあもったいないけど、あ、まあ、私の個人的な意見も今入ってますけど。わかりました、個人的な意見が入って、はい、おすすめいきますよ。早いんだよな、おすすめはこれだ。どこにスイッチそれ、はいはい、スイッチね、急に入るんですよね。まあいいんですよ。なんだめな、これちっちゃい時からだもんね。じゃあひつまぶし、ひつまぶしだ。あ、そうだ、やっぱりそりゃそうだと、うん、ちょっと待って、これ見て、これ、うん、ちょっと来ました、目の前にうなぎはね、うん、これでかいんだけど、もちろん、はい、そのままね、ご飯で食べてもいいし、うん、はい、今日炊き上がったご飯に、白いご飯にタレ、うなぎのタレ入れて、はい、まあ、好きなだけこう混ぜて、はい、そしてうなぎもフライパンでこう切って蒸し上がったやつ、はい、炊き上がったところに混ぜて、はい、上に海苔、錦糸、はい、あとネギと大葉乗っけてましたけど、はい、今日はちょっとごめんなさい、ちゃんともう食べたすぎてごめんなさい、ちゃんと聞いてな、まあ、いや、ごめんなさい、食べてる間に、いただきます、うん、食べてる間に説明、あとひつまぶしっていうくらいでね、後からお出汁かけたり、昆布茶かけたりね、うん、でずるずるっとこう最後食べるのもいいんだけどもね、うん、まあそうなるとね、またこう困った人だね、本当に好きなの、うなぎ、こんなに、うまっ、あ、いや困ったね、うん、最高だ。いずれ栄養価はもちろんね、うん、ありますので、もう夏には特にね最適です。炊いた時に一回、うん、身をもう混ぜちゃってる、うん、炊き上がってから混ぜてます、うん、でプラスでまた上に乗せてる、そうそうそう、これがいい、うん、ご飯にね、まあ、混ざってるのがまたいいですね。最初からタレ入れて炊く人もいるんだけど、うんうん、私は炊き上がったところにその好みでね、かけちゃいますから、はい、よかったね、後でまたお願いします、はい、どうも本当にすいません、いただきました、とても美味しくいただきました、ありがとうございます、はい、どうも、うなぎはね、お店でたくさん売ってますんで、うん、お近くのお店でぜひ買ってください、うん、はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。